挨拶させていただこうと思います。失礼します。あ、なんでしょうか。あ、いいですか今ちょっと。はい、あの、すいません。うーわ、あゆ、あゆじゃないですか。むちゃくちゃ見てたんで。え、いいですか、ちょっと失礼。すいません。え、谷本さんってその自分のことって存じてますか。はい。あ、本当ですか。はい、YouTube でっていうことですか。 YouTube というよりも、はい、選手たちから聞きました。あ、そう、教えてる選手から、はい、あのどんまい川端がいるっていう、はい、選手たちのアンケート、はい、あれの集計僕を見るんですけど、はい、憧れの柔道家は誰ですか。どんまい川端ってか、うまっと誰なんだっていう。いやいやいや、ちょっと本当にごめんなさい、ずっと憧れてて、はい、ありがとうございます、はい、かわいいですね。ありがとうございます。え、嬉しいです。本当ですか。もう僕本当に中学校高校ぐらいですかね、本当にアテネオリンピックとかの時とかに本当結婚したいなと思ってて、谷本さんと、はい、これちょっと見てもらっていいですか。すいません、憧れの女子柔道家ランキングっていうのをちょっと発表させていただいていいですか。すいません、はい、第3位なんですけど、はい、阿部詩さん、はい、可愛いし性格もいいし、はい、本当にあのままです。そうですよね、うん、で、ま、第3位なんですよ。でも詩さんがまだ、ま、憧れの柔道家がいるんですよ、うん、僕には。すいません、第2位なんですけど、はい、谷涼子さん。田村奈良直義なんですけど、あ、大先輩です。もう、はい、本当に一緒にやっぱ戦ってきましたもんね、世界で。世界で戦ってきました、はい、すごく私の憧れの先輩です。ああ、よかったです。でも第2位なんですよ。すいません、第1位いきます。はい、今なんかあるんですか自分の中で第1位。ああ、大体頭の中で想像が。ああ、なるほどなるほど。はい、え、もう出来上がってますよね。出来上がってますよ、まあ、このシチュエーションやし、シチュエーションだし、でもうこんな感じで、はい、この流れで1位発表するのちょっと恥ずかしいんですけど、うん、第1位発表させていただきます。はい、谷本あゆみさんです。白い砂浜を見下ろしながら、難しい話はいらない、君が笑ってくれればいい。試合も好きだし、でなお可愛いじゃないですか。で、谷本さんって自分年上なんですけど可愛いですよ。ありがとうございます。ちょっと口見してもらっていいですか。ちょっとあ、マスク取っても大丈夫ですか。あ、はい、マスク取って、はい、すいません。あ、口かわいい。ありがとうございます。すいません、もう僕中学校の時好きだったんで。ありがとうございます。中2ぐらいから好きだったんですよ。中2が大阪の世界選手権。あ、はい、まあちょっと負けたんですけど、はい、その時に会場行ってたんですよ。あ、そうで、初めて見て一目惚れして、うん、その初恋の人が谷本さんだったんで、はい、ありがとうございます。はい、です。はい、です。ありがとうございます。こんな話聞いていただいて、ありがとうございます。美人と可愛いってあるじゃないですか。ちょっと美人ではないんですよ。可愛い方に入れてもらえるんですか。そう、可愛いジャンルなんですよね。はい、で、僕はどっちかというと美人か可愛いって言ったら可愛い系の方が好きなんで、もうドタイプですね。はい、ちょっとこの流れでちょっと渡したいものがあって、はい、いいですか。はい、すいません、こちらになるんですけど、すいません。白い砂浜を見下ろしながら、難しい話はいらない、君が笑ってくれればいい。ゼクシーっていう雑誌なんですけど、はい、本当それが自分の気持ちです。はい、ありがとうございます。本当にこれ、ね、20代だったら本当にあれですよね、嬉しい。本当に40代だからもっと嬉しい。ありがとうございます。あ、本当ですか。はい、じゃあ、うん、お願いします。僕ソーシャルディスタンス。ちょっとそういうのいらないですか。いや、違うですね。あの、谷本さん、もしかして
あ、結婚。結婚してます。してます。あ、結婚してるんですね。そうなんです。嬉しい。ありがとうございます。すごい。もう今年になると。ちょっと古いんですけど、マクドナルドとかですね。すいません、あ、ごめんなさい、なんかそういうのやってないです。全然、本当にごめんなさい、握手だけしていただければもう僕帰るんで。あ、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあ、あと手続きの方は、はい、白い砂浜を見下ろしながら、難しい話はいらない、君が笑ってくれればいい。